昨日東京オリンピックが閉会いたしました。新型コロナの中で開催が1年延期され、かつてない様々な制約の下での大会となりましたが、開催国としての責任を果たし、パリ大会へとバトンをつなぐことができました。国民の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。選手の皆さんの活躍により素晴らしい大会になりました。快挙を成し遂げた選手、あと一歩届かず悔し涙を流した選手、すべての選手の皆さんに大きな拍手を送りたいと思います。そして夢や希望、感動を子どもや若者、世界の人々に届けてくれたことは何者にも代え難い未来への財産になったと思います。感染対策について海外からは厳しすぎるとの声もありましたが、呼んだからできたと評価する声も聞かれました。大会関係者、医療関係者、ボランティアの方々、ご協力をいただいたすべての皆さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。